清水エスパルスの落合武人です。皆さんは日々の生活の中で LGBTQ について考えたことはありますか？誰もが性のあり方という個性を持っています。自分の性のあり方についてなかなか他人に相談することができずにいる方が身の回りにいるかもしれません。まずは自分にできることを考えてみましょう。僕らも自分にできることを始めてみます。誰もが暮らしやすい共生の街を作るため一歩踏み出そう。